横浜港未来21横浜ランドマークタワー横浜ランドマークタワーは横浜市西区港未来の大型複合施設タワー棟とプラザ棟からなりオフィス、ホテル、ショッピングモール、展望フロア、多目的ホールなどが入る三菱地所が建築、設計、保有をしている1990年3月20日に着工され 1993年7月16日に開業した。タワー棟は地上70階建て、高さは296.33メートルで、超高層ビルとしては、1993年から2012年まで日本で一番高く、現在でもアベノハルカスに次いで日本で二番目に高い。また、構造物としては、東京スカイズリー、東京タワー、アベノハルカス、 赤石海峡大橋に次ぐ日本で5番目の高さである。横浜ランドマークタワーは、港未来地区の25街区に所在し、横浜市内発の本格的な動く歩道で、桜木町駅方面と接続、地下3階、地上70階、東屋3階のタワー棟と、地下4階、地上5階のプラザ棟からなる。建築面積は23,208平方メートル。 延べ床面積は392,791平方メートルで東京都豊島区のサンシャインシティ、愛知県名古屋市中村区の JR セントラルタワーズに次ぐ。特徴的な建物のデザインはアメリカの建築家ヒュー・スタビンスによるもの。スタビンスによる基本設計に基づき三菱地所が実施設計を行い、港未来地区における 民間第一号プロジェクトとして建設された。当初の計画では、隣接するクイーンズスクエア横浜との間の北側の一角に丸みを帯びた頭上から見て、楕円形の超高層棟をもう一棟建設する予定であったが、計画は凍結されたままになっている。また、当初は高さ300メートルのビルとして計画されていたが、建設地が、 東京国際空港の標準出発経路と重なり高度制限が発生するため最終的な高さは296.3メートルとなり日本初のスーパートールにはなれなかった経緯がある。ランドマークタワーは三菱地所が運営している横浜ロイヤルパークホテル、オフィス、ランドマークプラザ、ドックヤードガーデン、スカイガーデンなどの施設から構成される。最上階の七0階は ホテルのスカイラウンジと宴会場になっている。69階の展望フロア、スカイガーデンまで、地上から最大分速約750メートルの直通エレベーターで結ぶ。なお、このエレベーターは2020年にリニューアルされた。これは2004年に台北101のエレベーターに記録を破られるまでは、世界最速でギネス世界記録にも掲載されていた。なお、 台北101の記録は上りのみであり、下りは現在でも世界最速である。また、天望台がさらに高所にある東京スカイズリー、アベノハルカスが開業した現在でも日本最速のエレベーターである。このエレベーターには強風管制運転システムが装備されており、風の強さに応じて通常運行、 最高速度の50%に相当する分速375メートルインに減速半分を停止し、残りの半分を分速375メートルインに減速全面休止の4段階に自動制御される。このほかビル全体の精神装置として上層部にコンピューター制御で揺れを抑える巨大な振り子を備えており、ビル自体も4本を柱とした。 耐震性の高い構造をとっている。また、災害時などに使用するための緊急用のヘリポートも屋上に備えている。2004年2月にはランドマークタワーに隣接するクイーンズスクエア横浜の地下に横浜高速鉄道港未来線の港未来駅が開業した。また、2008年には現代美術の国際展横浜トリエンナーレ2008の会場に指定され、 ランドマークプラザに作品の一部が展示された。竣工以来20年近く日本一高いビルであったが2012年8月に当時建設中だった安倍のハルカスが高さ300メートルに到達したことにより日本一の座を譲った。ただしその後も日本一回数の多いビル及び中部地方伊東の東日本で最も高いビルである。なお、 ランドマークタワーには前日の通り、三菱辞所による二木棟の計画もあるが、景気の悪化などを受けて、当面凍結となっている。この建設予定地はこれまでに、バス駐車場やマンションのモデルルームといった用途に、利用されたことがあり、今後の開発方針等は不明であるが、現在は、暫定利用施設として、ニコルグループの自動車ショールームが置かれている。スカイガーデンからの、 夜景スカイガーデンタワー棟エレベーター数は51台であり、そのうち地下駐車場兼園会場用バンクだけが日立製であり、そこ以外はすべて三菱製。なお、スカイガーデン直通用及び非常用を除き、三菱製のエレベーターの機種はホテル部客室直通用バンクも含めすべてアクセルシリーズに統一していたが、2020年のスカイガーデンリニューアルに伴い、 エレベーターも順次現行型にリニューアルされている。アナログテレビ放送時代、タワーの屋上には NHK、関東広域圏民放キー局及び TBK の横浜港テレビ中継局があった。アナログテレビ時代、横浜市内では基本的にキー局は東京タワーからの TBK は神奈川県立三つ池公園からの放送をそれぞれ。 主張している世帯が多かったし,かし、かしランドマークタワーの建設によって、大規模な受信障害が発生することが予想されたことから、その保証措置として、各局と三菱地所が費用を負担する形で設けられた。通常こうした場合は、三菱地所が免許人となって SHF 波を使った再送信が行われるが、影響が広範囲にわたる恐れがあったことから、 異例の UHF 派による中継局設置となった。対象地域には横浜市中心街が含まれているが、ランドマークタワー近隣ではアンテナの業格を大きく取らねばならず、市販品で対応できないため市町世帯が少ない。一方、下末吉第一の影響で東京タワー方向に受信障害を生じている神奈川区の一部地域などでは、 UHF アンテナ1本で全局視聴が可能になることからランドマークタワーにアンテナを向ける世帯も多い。アナログ廃止以降、地上デジタルテレビ放送の中継局については設置不要と判断されたためアナログ放送停波に伴い廃局となる予定であった。しかし、総務省の現地調査によるとデジタル放送完全移行するまでに難視対策が間に合わない世帯が 横浜市内で合わせて2000世帯に上ることが分かった。これは全国的に見ても影響するエリアが最大級の規模だという。このため、急遽デジタル派用の港未来中継局を新設することになり、2012年9月1日に開局した。一旦廃局を決めた中継局を復活させる事態は極めて異例のケースである。歴史外部。 リンクオフィスの入居率は90%を超える。ビル固有の郵便番号は、郵便番号220から 81XX。69階の展望フロア、スカイガーデンは、地上からの高さが272メートルで、ビルの展望台としては日本で2番目の高所にある。なお、ビルの最上階は、ホテルのスカイラウンジ及び宴会場となっており、こちらの高さは、 地上277メートルである。日本の他の建築物における展望台の高さは以下の通り。ランドマークプラザのエスカレーターランドマークプラザはタワーに併設する形で同日に開業したショッピングモール。タワー棟とは4階を除く各フロアで接続されている。また、モール内を東西に貫くメイン通路は港未来地区の歩行者同線。 クイーン軸の一部となっている。ファッション、インテリア、ホビー、レストラン、郵便局、銀行 ATM など様々なテナントが入居している。主なテナントは、本校末尾の通り、港未来地区では初期に開業し、高級店が多く入居した。その後の地区開発によって、多くのショッピングモールが開業していったが、現在でも、周辺より、 比較的ブランド力の高い店舗が多い。なお、タワー棟のエレベーターは三菱製だが、プラザ棟のエレベーターエスカレーターの一部は日立製である。また、プラザ棟には世界でも希少なら線上のスパイラルエスカレーターが設置されている。定期的なイベントとしては、1階ガーデンスクエアではピアノ演奏が行われている。またクリスマスシーズンには、 スワルフスキー製のクリスタルツリーが飾られ、疑似的な降雪を発生させるイベントもある。5階ランドマークホールで行われていた映画上映会、ランドマークシネマコレクションは2011年3月末に終了した。1階2階3階4階5階 B1 階 B2 階、ドックヤードを再活用している港未来21の敷地はかつて三菱重工業。 横浜造船所の移転跡地を埋め立てにより拡張したものであり、横浜ランドマークタワーは造船所のドック跡地に建設された。現在、イベントスペースやオープンテラスとして利用されているドックヤードガーデンは日本に現存する最古の石造りドックヤードであった旧横浜選挙第2号ドックを復元、保存したものである。 このドックは1896年に竣工し、1973年に使用を中止するまで70数年間、港湾施設として重要な役割を果たしてきた。横浜市は早い段階から第2号ドックの保存活用を計画し、建築士や村松定次郎ら専門家の意見をもとに保存計画が立てられた。港未来の土地造成に伴い海岸線が、 ドックから離れたが、工事中の1989年4月には、横浜市認定歴史的建造物に認定され、復元作業が全面的に行われ、1993年の横浜ランドマークタワーの開業とともに、ドックヤードガーデンとしてオープンした。ドックの内部はレストラン街となっている。1997年12月には、国から重要文化財の指定を受けた。 重要文化財指定名称は旧横浜選挙株式会社第2号選挙である。さらに2007年11月には経済産業省による近代化産業遺産に認定されている。全長約107メートル、全幅約29メートル、深さ約10メートル。2013年7月より開業20周年を記念して180度、 体感型のプロジェクションマッピングによる演出イベントが開催されている。なお、横浜選挙の第1号ドックは1985年以来、日本丸メモリアルパークとして保存活用されており、2000年12月に旧横浜選挙株式会社第1号選挙の名称で国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。